浅間温泉は、長野県松本市北東部にある温泉、同市の奥座敷と言われる、東石川旅館ホットプラザ、浅間温泉会館を中心に、約30軒の旅館と2軒の日帰り専用入浴施設、3軒の共同浴場がある。このほか、各町会などで管理する共同浴場が多数あるが一般には、開放されていない。また、北千期の湯は近年まで、 一般開放されていたが現在では一般開放は行っていない。老舗旅館を白色分離式に改装するなど温泉街の活性化を目指す新会社ワクワク浅間温泉が2020年に設立された。平家湯は約1000年前、地元の豪族であった犬飼氏が天行2年に発見したことに由来し、犬飼のお湯とも称される。江戸時代の慶長年間に 松本藩主石川氏が別邸を置き、それより松本藩の保養を兼ねた下屋敷として使用された。温泉は御殿湯とも称され、湯森により管理された。現在の日帰り入浴施設、琵琶の湯がそれである。また、藩主の保養を目的とした奥見の湯、柳の湯、御用場の湯なども置かれた。元禄年間の全高寺街道名所絵図には、内湯や外湯を利用して、 旅の疲れを慰める旅人の様子が描かれており、全校寺街道に接した宿場として栄えた。明治時代に災害により、御天湯等が被害を受け、近隣の山には植林等の災害対策が施された。三宅や文虎が訪れたことがある。太平洋戦争末期には特攻隊員の待機所が置かれた。また、テレビドラマでは、白線流しで、立花の冬美の実家として、 浅間温泉にある防御館が使用されており、春ちゃん後の舞台にもなっている。2005年度から、浅間温泉観光協会が観光で利用する名称を松本浅間温泉に変更した。これは、浅間という名称が、浅間さんの近辺を連想させることから、松本近郊の温泉であることを PR するための変更である、ひらがな表記にするという検討がなされたが、各団体で、 検討の結果、現状の浅間温泉という温泉地名は変更しないことが確認された。ひらがなを使用して、宣伝に使用する場合も、必ず漢字の浅間温泉を注釈で記載するという決定もなされた。松松祭りとも表記する浅間温泉の守護神社である五社神社に松松を奉納する祭り、毎年暮れに、奥の宮から浅間の宮に下られた神が、秋の取り入れの終わる頃に、 松明の日に送られ、再び山中の奥社へお帰りになる。麦わらを束ねて作った、大小五十本に余りの松明を担いで、火炎大鼓の響きとともに、温泉街を練り歩き、最後は放り投げて、祭りを祝う日祭りで、日本三大祭りで、日本三大祭に数えられることもある。温泉街に、宿泊の観光客が飛び入り参加することも可能。松本市の町邸及び大技。 浅間温泉街は1991年11月5日の住居表示実施によって浅間温泉1丁目から3丁目に分かれ背後の山側が大技浅,浅間温泉となる郵便番号は390-03032018年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りであるありがとうございます